ラマイナス7、マイナス7チェコスロバキア機の画像ラマイナス7は、ラボチキン設計局が開発し、第二次世界大戦時のソビエト連邦の赤色空軍などで運用された戦闘機。第二次世界大戦時に運用された最も優秀とされる戦闘機の一つ。ラマイナス 5FN の改良型で、朝鮮戦争にも使われた。てー 中高度用として開発された足マイナス 82FN 空冷式レシプロエンジンを搭載していたため、高々旅での戦闘には不向きである。もっとも陸戦への戦術支援が、主任務の当時のソ連空軍では、ドイツ空軍機との空戦も3000メートル以下の低空が多かった。本機は7500から8000機生産され、ソ連では1950年頃まで使用されたほか、 チェコスロバキアでもスピットファイアマーク9などと共に戦後しばらく運用された。また中国人民解放軍でも運用された。派生型としては TK-3 ターボチャージャーを装備したラ -7TK 高高度戦闘機、機種のアッシュ -82FN エンジンに加えて RD-1 ロケットエンジンをビブに搭載したラ -7R 戦闘機、 複座の練習戦闘機型のラマイナス7うち、新型のアッシュマイナス84エンジンを搭載する機体等も開発されたが、多くの派生型が生産された約マイナス9シリーズと違い、ラマイナス7シリーズは基本型のラマイナス7と、練習機用のラマイナス7うちしか生産されなかった。ソ連では、戦中ターボチャージャーの開発は成功せず、ラマイナス7と、 並行して開発されていた約 -9PD ミグ -11 もう生産には至っていない。その他、ラ -9 シリーズは、ラ -7 の直接の発展型で、約 -9P と共に1940年代後半ソ連の主力戦闘機となった。同時期の多くのソ連戦闘機は、主力や桁が木製であるため強度の問題で、武装はすべて機種に搭載されていた。 ラマイナス 5FN やラマイナス7では軽量化のため主翼が全金属製となったものの武装の配置は変更されていない。ラマイナス7ではそれまでのラマイナス5と同じ2門の主爆を装備したが、モスクワの第381工場で作られた機体の一部は新型の 20mm 機関砲である BE-20 を3門を搭載していた。 この3門搭載型はパイロットからの評価は高かったが B-20 の信頼性があまり高いものではなかったこともあり生産数は368機ほどにとどまった。発展型のラマイナス9や11では 23mm 機関砲が3から4門と強化された。機種への多重配置は主翼への搭載ほど運動性が低下することがなくまたスペースの関係で 搭載弾薬は多くできないが、命中率と瞬間的な発射弾数を優先したものと思われる。ちなみに、ソ連空軍では、レンドリースされた p 3 9九や P-40C の主翼のガンポッドや 7.62mm 機銃を撤去して、機種武装だけ残して運動性を上げる改造が行われていた。 ラボーチキンは特に上院から好まれ、ビバーン・コジェルーブなど、ソ連最高のエースの何人かは、ラボーチキン戦闘機で飛行した。サンドソ連の英雄となり、連合軍の優れたエースでもあったコジェルーブは、62機撃墜の栄光を、すべてラボーチキン戦闘機によって勝ち取った。コジェルーブに供与された最後のラボーチキン戦闘機は、ラマイナス7であった。このラマイナス7で、 メッサーシュミット目262を含むドイツ機17機を撃墜した。ラマイナス7。ありがとうございます。